吉田さん、まあ、今は隠居暮らししていますが、まあ、十数年前ですか、30代半ばはホームレスをしていた私から言わせるとですね、金を持とうが持たなかろうがどっちも自由と。自分がそれを自由だと思うなら自由、でも不自由だと思うなら不自由。ホームレスをしている時に私はいろんな問題を抱えていましたね。借金もあるし、赤字の経営している店舗もあるし、困ったもんですよ。まともな恋愛もできないしね、うん、まあ恋愛はしていても結婚とか養うとかね、そういったことにはならなかったんで、まあ恋愛もそこそこのところでブレーキがかかるというかね、破綻が訪れるということでございましたけども、じゃあ私がね、その当時不自由や不幸を感じてたかというと、そんなことは全くありません。お金がなかろうが目標目的がなかろうがどうでもよかったですよ、それは。で、思考は現実化するということなんですけども、思考したことをね、現実化させたければさせる方法はあるよってことですよね。でも考えても、まあでもそのために努力したり人に頭下げたり嫌なことしない死ぬぐらいだったら別にこのままでいいや、こっちの方を選択しようかなと思えばそれも OK と。つまりね、自由を手に入れるためには人は不自由を受け入れなければならないってことなんですよ。まあ小野里さんの転売の話出てましたけども、このカメラ転売で人を当てようと思ったら、それこそね、カメラに付きっきりになってあれこれしなきゃいけないし、自分でカメラをこう使ってね、撮影したりなんだりってことを全くしないのに、カメラをたくさん仕入れたりたくさん売ったりとか、うん、そういったカメラのプロになっていく道ってのは、果たしてお金がドーンとあったら、もしくは自由を全く求めなければやっていたことなのかなと思うと、どうですかね、これはね。これは私にも他の多くの方にも吉谷さんにも言えるかもしれませんけども、金があったらやらないでしょそれとかね、目標目的を達成させようと思わなければそんな不自由な時間過ごさないでしょってことなんですよね。で、ホームレスとエリートサラリーマンの例えがありました。エリートサラリーマンがね、なんか南の島に行って、そこで毎日のんびり暮らしてる老人をこう目にするんですよね。で、その老人はのほほんと暮らしていて魚を釣っているんですよ。で、エリートサラリーマンが、わあ、ここは魚がよく釣れるんですねと。じゃあこれをシステマチック化してビジネスにして大儲けできるなって画策するんですよ。そのために老人、力を貸してくれないかっていうふうにエリートサラリーマンが言うと、なんでそんなバカなことせないけんのなというふうに言い返すらしいんですよ。いや、だってここでね、こんな魚がいっぱい取れるってことは、もっともっと収穫量を上げて、そしてここのね、地域経済を発展させて港を作って船が行き来できるようにして、そしてさらにお魚を取ってね、そしたら島も豊かになるじゃないかと。豊かになってどうするんじゃん、自由に暮らせるじゃないですかって。自由に暮らせるか、今と変わるんじゃないか、バカらしいってことを言うわけなんですよ。つまり私たちは求めているものに落ち着くってことなんじゃないかなと思うんですよ、ね、多くの方がビジネスを志して入門していきます、私たちのいる世界にね。でも多くの方脱落するじゃないですか。それは仕方なく脱落するんですかね。違うんですよ。その人が結局はこうしようと思ってその道を選ぶんですよ。それはある意味ね、小野里さん、吉谷さん、私みたいに、まあある程度のところまで行った立場からすると脱落という表現が言えるかもしれませんけども、でもその人本人からしたら、あ、俺何やってたんだと、まあこのままでいいじゃないかと、何を億万長者目指してたんだと、億万長者金がないと幸せになれないのか、そんなことはない、やっぱり多少の不自由はあっても自分の幸せは億万長者の中にはないんだと思えば、やっぱりその人は人生を修正させて億万長者になることは一時の夢だったというふうにね、心の中に押し込めると思うんですよ。じゃあそれが脱落や不正解だったかというと、それは何とも言えないですよね。だってもともとそのホームレスとエリートサラリーマンのように、不思議なんですよね。ホームレスは自由で、エリートサラリーマンは義務や責任に縛られて、そしてビジネスをやらなければならないという、なんか苦渋の決断をしてるんですよね。エリートサラリーマンは、なんでエリートサラリーマンになったのか。いや、本当に勉強が好きだったのか。そして大好きな勉強をして、大学を出て、
そのエリートサラリーマンのコースになった時に、じゃあ小中高でやった勉強は好きだったはずのその勉強を続けたのか、いや違う、エリートサラリーマンになるために仕方なく自由を売り渡してずっと勉強していた、友達も作らずに自分の趣味も持たずにということだと思うんですよ。パラドックスなんですよこれは、うん、野球の試合の練習、野球の試合の例を吉谷さん言われてましたよね。同じレベルでこっちは勝ちたいと思ってる、こっちはどっちでもいいと思ってる。いやでもね、これに自由を組み合わせるとちょっと厄介になるんですよ。勝たなきゃならないと、そのためには練習をしなければならないというふうにこっちのチームでは拘束されてるんですよね。不自由なんですよ。でもこっちの方はいや別に打たれてもいいよと、相手のチームが何点取ってもいいよと、うちのチームエラーしてもいいよと、ね、そんな勝敗にこだわらずに俺たちは楽しもうよ自由にねっていうふうになるんですよ。実力は一緒です。勝利を目指しに行くのか、勝利そのものよりも試合を楽しむことを目標にしてるのか、目的にしてるのかによって同じレベルでも幸せや達成度っていうのは違う方向に行っちゃうんですよね。どっちものチームが勝ちたいと思うんだったらそれは思考の勝負になるかもしれません、ね、でもその思考が同じベクトルを向いてれば、勝利というベクトルを向いてれば勝負になりますけども、こっちは勝っても負けても楽しかったね、俺たち本当に自由に野球を楽しんだねと思える。こっちは勝たなきゃ野球の楽しみなんて、勝利の美酒なんて味わえないよっていうふうに目的に固執している、いわゆる不自由な状態なんですよ。これがね、世の中にいろんな形になっているんで、なかなか難しいですよね、うん、よくねお金持ちを恨む人って言いますけども、それはね確かにそうなんですよ。金のために何でもかんでも、ビジネスのために何でもかんでも金に変えようとしている人と、いやそこまでねお金に使われてどうするんだと、人はお金を使うものであってお金が人を使ってるんではないよというふうな、そういうふうなことをね口にする人もいます。すごくいい言葉だと思いますけども、ビジネスをある程度のところまで持ってきた人から言えば、それはお金が持ってない人のなんか自己正当化だよと、そういうふうに言うかもしれません。でもやっぱり思うんですよ、自由なホームレスって不幸なんですかね。目標目的を達成しないと人間はダメなのかなと思うんですよね、まあ、だから私は物欲ってものは湧いた瞬間に叶えるようにしてるんですよ。でも物欲っていくら叶えてもね、次の物欲が出てきます。まあ車を買うじゃないですか、 R34 でもいいんですけどね。で買ったら物欲って終わりますか、なことはないです。ドリンクホルダーつけてみようかなという小さな物欲が出てきたりとか、あちょっとラジエーター交換しようかなっていうふうな小さな物欲が出てきます。走ってみたいなというまた新しい物欲が出てきます。100万キロ行くぞみたいなね、新しい物欲が出てきます。つまり物を手に入れて所有欲を満たした、物欲を満たしたと同時に新しい物欲が生まれるんですよ。となるとね、何も求めないっていうことは何のフラストレーションもないということでもありますし、欲しいものやりたいものがないという目標目的のない人生って最も幸せなんではないかなというふうな逆転劇もあるんですよね。さあどうでしょうかこれはね、うん、自分の意思を持たない、それはある意味全てを達成したゴールとも言えます。でもいろんな意思を持って目標を持って目的を持ってそれを叶える力量がある、これも一定のゴールに達したことではないかなと思うんですよ。じゃあまとめて言うとですね、思考は現実化する、この文言にあるものってのは、まあ、肯定でもあり否定でもあるなと思うんですよね。思考は現実化する、確かに考えてその通りになった人はいるでしょう。でもどうせ俺にはダメかなと思ってそれを現実化させる人もいるんですよ。またそうですね、勝ちにこだわらないからこそ勝てるということもあります。これは漫画の読みすぎかもしれませんけども、こっちのチームとこっちのチームが対戦していて、こっちのチームがもう劣勢なんですよ。9回裏もう10点差、もう勝ち目がない、であとね最後のバッターを残すのみ、2アウトで出塁はなしですよね、ランナーなしで、最後にこっちのチームでは考えるんですよ、10対0か、よしもう勝敗よりも楽しんでいこう、思い出を作ろうみたいな感じでキャプテンが言うと、みんながね
こわばった表情がいるんで、わかりました、そうだよね、俺たち野球やって本当に楽しいよね、勝利を目指すからギスギスしてきちゃったんだと、勝ち負けにこだわらずに俺たちのこのチームで試合ができたことを最大限幸せに感じようよというふうに思った瞬間、こっちのチームはねリラックスできて、それからバカバカ打つようになったんですよ。で逆転したと。でこっちは勝利に、固執するあまりお互いのエラーを許せずに、こうねエラーしたらお前何やってんだよみたいな感じで、うん、怒って、でエラーした方も萎縮して、次のプレーはもうガチガチです。だんだんフォームが壊れてきて、もう実力以上の実力が出せなくなってきたということですよね。だからある意味ね、遠くに目標を、これ前回も言いましたけども、遠くに目標を掲げたら、あとは足元のことをねずっとやっていけば、気がついて顔を上げたら目標値にその到達してるんですよ、ゴールにね。私はそういうふうに思いますよね。だから遠くの目標を掲げて、その遠くの目標をずっと見ている限り、足元がおろそかになってこけたりぶつかったりするんではないかなと思いますね。そして思考は現実化する、この言葉はっきり言ってね、どっちから見ても正解なんですよ。だからお互いの意見を潰し合うことはないですし、思考は現実化するなんて嘘だろと思えば、そう、思考は現実化するというのは嘘だよという思考はあなたは現実化してますよと言ったりね、ある一定のレベルに行った立場から見て、思考は現実化するって、いやそんなことはないよと、あれはキャッチコピーであり、何と思わせて、そして行動を促したりとか、自分の目標目的自由ってのは何なのかって考えるきっかけの言葉なんだというふうに、一つの言葉から解釈が無数に生まれてくるということなんですよね。はい、ですんで現実は一つ、解釈は無限。今自分が置かれている立場が自分のね最大限の幸せなのか、最大限の自由なのか、バランスのいいところなのか、自分の力量通りなのか、それとも自分にはまだまだ力があるのに自分はそれに気づかずにチャンスを逃しているのか、もしくはそんなに実力がないのに自分を過信してとんでもない方向に行ってしまったのかね。まあとにかく私たちは頭があるんで考えることができると、でも頭があっても考えない自由もあるということですよね。その辺を深く棚下ろして、私たちはこのパラドックスに立ち向かっていくということなんじゃないかなと思います。目標目的を達成しようと思ったら、自分の自由は切り渡す。で、私がね居眠りしたいなとか、麻雀したいなとか、女の子とデートしたいなと思っても、金を稼ぐっていうことをね目標にしたら、そういう時間は少なくとも減らさなくてはなりませんよね。そうなった瞬間、自分は目標目的に支配された不自由な人生だとも言えるのではないかなと思って今回の動画にしましたけどね。いやー、オレンジスカッシュ。